世界の創造は、ダリウス・ミオーが1923年に作曲したバレエ音楽、およびそれに基づく全一幕のバレエ作品。まれに、天地創造とも訳される。ミオーは1922年に、米国訪問中に、ハーレムの道端で、本場のジャズを初めて耳にし、音楽館に大きな衝撃を受けた。パリで活動していたバレエ団、バレエス・エドワから、 バレエ音楽の新作を移植されると、ミオンは、翌1923年に、いくつかの楽章にジャズを取り入れて、世界の創造を作曲し、これを6つの連続した場面からなる、全一幕のバレエとして上演させた。アフリカ人から見た、天地創造を主題としており、台本は、ブレイズ・サンドラールが担当。ジャンボルラン振付、フェルナン・レジェ美術で、 初演はバレースエドワによって1923年10月25日にパリのシャンゼリゼ劇場において行われた。公演時間は約20分。音楽はミオがロンドンやハーレムで出会ったジャズに感化された内容になっている。サクスフォン独奏を含む17人の小オーケストラによって演奏されるが、後にピアノ50奏版も作成された。 ピーコレールとアールデゾルミエールに検定されている。ナオボルランによる振り付けはバレエとして普及せず、後にエヌ・ド・バロア版、ティ・ボレンダー版、ケイマク・ミラン版などが作られた。現在ではバレエとして上演されることは稀であり、純粋な還元楽曲として演奏されることが多い。ミヨが最初にジャズと出会ったのは1919 19年、ロンドンのダンスホールにおいて出会った。 すでに屋根の上の牛でブラジルの大衆音楽を取り入れて一定の成功を収めていたミヨは次なる目標としてジャズを取り入れた作曲を考え始めていた。なお当時のパリでは芸術に代表される上位文化とジャズに代表されるサブカルチャーの融合が随所で起こっており、加えてルネサンス時代から続く異国趣味として1920年代には ニーグルフェリアと称されたアフリカ風の趣味がパリを席巻していた。ミオもこうした流れと無関係ではなく、自伝によれば1922年に訪米したのはジャズだけでなくアフリカの黒人芸能全般に対する興味からであったという。しかしミオは本場のジャズバンドを聞くと痛く感激し、イゴマンハッタンハーレム地区のクラブやバーをはしごしてジャズミュージシャンと交流するようになった。 フランスに帰国後、ミヨーは彼の言うところのジャズの文法を持った様式で作曲を始める。活性法や旋律法にブルース風の変化をつけ、スウィング風のクライマックスとストンプ風のリズムを加えた、他、楽器編成もニューヨークでの見聞に基づいたものとなった。ダンサーの衣装と舞台装飾はフェルナンデジェの手になるもので、アフリカらしい視覚的効果を狙ったものであったが、 衣装は非常に重くしなやかさに欠けていたため、動きづらく踊りにくかったと言われている。バレエは、計12回上演されたが、ミオの意気込みにもかかわらず成功と言えるものではなかった。当時のフランスの批評家の一人は、演奏会場や舞台よりも、食堂か、ダンスホールにふさわしい音楽と酷評したという。10年後の1933年12月、世界のは、 ニューヨークでオーケストラ公演として上演された。すでにジャズが社会的に浸透していた米国では好意的に受け止められ、この作品がガーシュウィンのラプソディ・ーン・ブルーより先に作曲されていたことから、ミヨを称賛する声が多かったという。所要時間は約15から20分で次の6つの楽曲が連続して、あたかも一つの楽章であるかのように演奏される。 ありがとうございます。